2046年、強化ダンボールが発明される。あらゆる衝撃を吸収するその箱は、輸送手段の常識を覆し、世界の物流に革新的な進歩をもたらした。そして2050年、その箱は子供たちの人気のロボット LBX のバトルフィールドとして活用されることになる。その箱の中で戦う小さな戦士たちを、人はダンボール戦機と呼んだ。俺の名前は山野バン。いつも学校帰り、親友のアミ、カズと一緒に LBX でバトルしている。やったー、勝ち。相変わらず強えな。そんなある日、開発中の新型 LBX が外へ持ち出されたそうだ。まさかそれは例の山野バン君ね。あなたにこれを届けに来たの。これが世界を救う鍵になる。LBX、 なんだ。ユーザー認証開始。認証完了。使用は許可されます。レジストされた名前は山野バンです。何としても回収しろ。こうなったら戦うしかない。動いてくれ。こいつすごい。俺の LBX、 アキレスだ。始まりましたな。そして動き出す闇の組織、次々に襲いかかる強敵たち。ディキューブ、でかい。待ってたぜ。くらえ。この中には人類の希望と絶望の両方が詰まっている。やめろアキレス、それ以上やったら。二つの顔を持った LBX か。アキレスのパワーに隠された世界を震撼させる秘密とは。その答えを探すため、 LBX 世界大会アルテミスに挑む。カズ、俺は信じる。俺たちはチームだろ。よし、分かれて攻撃だ。オッケー。山野バン、君の戦いには世界の運命がかかっている。行け、アキレス。ライトニングランチャー。最強の新番組ダンボール戦記、テレビ東京系6局ネットで3月2日水曜夜7時20分